はい、こんにちは、ピカですけどね、どこからの依頼でデロリアンをね、預かってきています。すごいな、このデロリアン。どうなってんだ、これ。かっこいい。かっこいいけど、はい、今日はね、どんな依頼を受けたかっていうと、どうもね、このデロリアン、壊れて、普通だったら140マイルだっけ ?140 マイル ?130 キロぐらいだっけ ?80 マイルだっけなんかで、まあ、タイムスリップできるんだが、400キロ出さないとタイムスリップできなくなってしまったらしい。ということで、今日ね、これに5000馬力のエンジンを積んで400キロ出るようにしてほしいというね、ドクからの依頼があった。あ、中かっこいい。あ、すごいすごい、中かっこよくないこれ。なんでね、今日はこれをね、5000馬力にして湾岸でね、400キロ出るようにして、ドクをね、未来にね、返したいと、過去に返していきたいと思います。大丈夫この設定大丈夫ですか。はい、じゃあね、やっていきたいと思います。やっていきます。はい、デロリアンね、乗ってきました。まずはノーマルのデロリアン渡された状態ですね。どうこれ、やべえ、かっこよくない、こっち側もなんかすげえわ、この辺とか。なんかここにキーボードあるのもなんかちょっとリアルじゃないこれ。はい、これマニュアルなんだよね、実はね。映画もね、ちょっと見返すと、ほんとね、マニュアルだったんだよね、あれね。すげえわ。さあ、じゃあまずはね、ちょっとノーマルの走りやっていきたいと思います。そこに速度出るんだね。おっせえわ、超遅いわこれ。これはあかんね。マイル表示、これはダメだね、これ。これはめちゃくちゃ遅いわ。あー遅い。91マイルしか出ない。え、140キロぐらい、50キロぐらい。ダメだこれ、ハンドリングはどんな感じ。あ、やばい、リアヘビーだ。相当リアヘビーだなこれ。ほらこんな感じ。これはやばいね、これは。多分ね、リアが重すぎてフロントが上がっちゃって空気吸ってね、飛んじゃうパターンだなこれ。いろいろ考えないとダメだ。すげえわデロリアン。もういいよね、分かった、素性は分かったんで、5000馬力にね、改造して、ちょっとね、その後いろいろセッティングしないと400キロ出ないと思うんで、やっていきたいと思います。はい、5000馬力にしてね、持ってきました。どうなんだろうね、夜が明けてきちゃったけど、早くしないと、早くしないと首都高を混み出すから。さあ、じゃあやっていきたいと思います。はい、5000馬力にしたね、デロリアン乗ってきました。トップフューエルっていうね、この画像のね、これのエンジン、実際あるエンジン、5000馬力のエンジンを乗っけてみました。さあ、じゃあちょっとね、加速していく。大丈夫か、クラッチがダメか。おー、いいじゃん。さあ、ちょっとずつ加速して、うわー、いや、一気に踏むとね、これダメだよ。150キロ、
出るか。あーすげえ。4速入って300キロ超えた。フロントが浮いちゃって、ダメだね、フロントが浮いちゃうね。ちょっとねセッティングしたいと思います。セッティングしてあげないとダメだ、これドクの運転だと無理だなこれ。はい、じゃあねセッティングしていきたいと思います。セッティングね、リアが沈み込みすぎて前が浮いちゃうってことがあるから、リアのダンパーを固めにする。あんまり固くするとリアのトラクションがなくなっちゃうからね、そこ気をつけなきゃダメで、あとねフロントが伸びて今度ね逆にね伸びるっていうのがあるから、フロントのリバウンド伸びないようにね、これはもう思いっきり固くする。で車高だね、車高、フロントの車高を下げる。どのぐらい下げる？下がった、めっちゃ下がった。あ、めっちゃかっこいい。めっちゃかっこよくないこれ。ちょ全部シャコタンにしてみようか。でシャコタンのデロリアンかっこよくない？シャコタンのデロリアン。ドク喜ぶかなこれ。シャコタン。え、これでよくね？これでもよくね？これ多分大丈夫でしょ。もう底付きして多分浮かねえだろこれ。わかんないけど。ちょっとリアだけ上げるかね。あんまり上げすぎてもトラクションなくなるから、セッティングで言うとほんとちょっとじゃないけど、こんなんでいいか。バネレートも上げとく。バネレート上げた方がいいよな、当然。柔らかすぎるよなこの車。全部バネレート上げよう。跳ねちゃうかな、首都高ちょっと跳ねるかな。まあ大丈夫だろう。よしこれで、でまあちょっとダンパーもうちょっと固くしよう。じゃあリアのリバウンドもね、ブレーキ効きすぎるとまずいから、フロントにつんのめっちゃうからね。よし、こんなアライメントかな、キャンバーとかトーとかそういう問題じゃねえだろうっていう感じがするけど、5000馬力まで行くと多分大丈夫。430キロまで行くギア設定になってるからこれで大丈夫。はい、じゃあねこれでやっていきたいと思います。はい、じゃあねセッティングしたんでやっていきたいと思います。いくぜ、速入れて、クラッチ滑ってんな。速走の方がいいんだな。さあ200キロ、260、こうやって300、370、あーこう入って、380、あーちょっと飛んじゃう。ここまずい。おおおお、でも全然さっきより安定したよ。おお、危ない、フラフラする。さあ行くぞ。あー、ここダメ。おお、飛びそうだった今。危ねえ。あー、コーナーある、コーナー、止まって。おお、待って。おお、スピンする。なんで。やべえわ、これ
やべえわこれ。デロリアンデチューンされてるわ。バランスがやばい。うわー、やばいやばいやばい、完全にやばいわ。あー、ちょっと待って、タイヤ温度が合ってるかもしれない。なんとか400キロ出さないと、出せるようにしないと。こうなくちゃ、こうなくちゃ、うぅ、難しい、難しい、やばいやばいやばい、やばいわこれ。あ、ちょっと待って、この先ジャンピングスポット、ジャンピングスポットがある。ここはちょっとアクセル抜かないと飛んじゃうからね。 SUV 飛んだからね。 SUV が飛んだ動画概要欄に貼っとくんで、それもご覧ください。あそこで綺麗にジャンプしたんだよ。何だったんだろうあれ。やっぱ重量、あー飛んじゃう、危ねー。あー、これはちょっとね、デロリアンバランス悪すぎるわ。なんかでも本当に、ちょっと待って、アンダーゼル、アンダーゼル、あー、待って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 、まだ早い、まだ早い、まだ旋回にしてないのに事故ったらか。待って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 、あ、ここなら出せるぞ。何年だ、セットしてないじゃんこれ、セットしてないじゃん。俺が未来に行っちゃうじゃん、俺が未来に行っちゃうじゃん。できれば過去に行きたい、過去に行った方が、過去に行ってアマゾン株を買うんだ、 NVIDIA とアマゾンの株を大量買いするんだ。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ETC 刺してやる？ ETC どこ？ ETC カード刺してやる？大丈夫これ？ああ、スプラグラする、グラグラする。ちょっと待って、みんな、みんな待って。もうちょっとだ、もうちょっといける、もうちょっとでいける。もうちょっとで俺は未来に行くんだ。未来に行く、未来に続く架け橋。ちょっと待って行くぞー、こっからだ。ちょっと待って、ここからなんだけど、ちょっと上り坂避けたい、上り坂、上り坂は浮いちゃうから、あの上り坂を登ってからにしよう。さあ行くぞー。あ、ちょっと待って、一回落として、さあ踏んでいく、いけ、400キロいけ、いった、400キロ何も起こんないけど。あー、待って待って待って、ここもやばい、ここの、もう次次、6速入って、
こ行った、どこ行った、どこ、俺はどこ行くんだ。次元を超えて、あ、俺はどこに、あー、目が回る、目つぶって、あ、どこに来た、未来来た、未来来た、未来じゃなくて天国行っちゃうよこんなのっていうオチで大丈夫ですか、大丈夫ですかこれ。はい、というわけでやってきましたけど、いかがだったでしょうかね。はい、今日の教訓、デロリアンで未来に行きたくて5000馬力にしたら天国に行ってしまったっていう、ね、はい、お後がよろしいようで。